ジョージ・エンゲルマンジョージ・エンゲルマンは、ドイツ生まれのアメリカ合衆国の植物学者である。ドイツ名は、ゲオルク・テオドール・エンゲルマン。当時あまり知られていなかった、北アメリカ西部の植物を研究した。博物画家、パウルス・レッターと協力した。教育者、ユリウス・ベルンハルト・エンゲルマンの息子として、フランクフルトに生まれた。おじは、アメリカのイリノイに移民して、 ドウ栽培のパイオニアとして成功した人物である。1827年にハイデルベルク大学に入学し医学を学んだ。1828年、政治活動する学生に加わってハイデルベルクを離れ、ベルリン大学などで学び、ビュールツブルグ大学から学位を得た。1832年に植物の形態に関する著書でアンタールシー、プリドローマスを出版した。 1832年にはパリに旅してアレクサンダー・ブラウンやルイア・ガシーと交流した。アメリカ行きを希望し、おじの仕事を手伝うことにして、1832年にアメリカに渡った。土地の選択や購入の仕事のカター植物採集旅行を行い、フィラデルフィアに植物学者のトーマスナトールを訪ね、セントルイスからミズーリ周辺の州の採集旅行を行った。 1835年に、おじとの仕事の契約が終わり、セントルイスに移住して、医者を開業した。1840年に、ドイツに戻って結婚した後、再び、アメリカに戻って、セントルイスに住み、医師の仕事を再開した。当時、アメリカ南部は、フランスやドイツからの移民が多く、医業は繁盛した。医業の傍ら植物学の研究を続け、 1842年には、ネナシカズラに関する論文を発表し、植物学者としての評判を得た。1856年から1858年の間には休暇を取り、ハーバードの植物園でエーサグレーと共に植物研究を行った。家族と共にヨーロッパに帰り、植物研究や、当時の有力なジョセフ・ダルトン・フッカー、アレクサンダー・ブラウンやアントンド、 バリー、ルドルフ・ルートビヒカール・ウィルヒョーラの学者との交流も行った。1859年にアメリカ・メキシコ国境のサボテンに関する著書客提し、オブザ・バウンダリーを出版し、アメリカの植物の分類学的研究をアメリカ芸術科学アカデミーや自ら設立したセントルイス科学アカデミーで発表した。政府によって集められた標本は鑑定のために、 セントルイス科学アカデミーでは長く会長を務め、セントルイスの裕福なビジネスマン、ヘンリー・ショーの庭園、ショーズ・ガーデンを充実させ、水売り植物園とした。米国科学アカデミーの設立会員の一人でもある。1861年に、ブドウの疾病を研究した先駆的な論文を発表した。この研究はフィロキセラによるフランスでのブドウの疾病の発生に対して、 フィローキセラに耐性のある品種をフランスにもたらすのに貢献した。植物学以外にも気象学や動物学の分野にも貢献した。パイシア・イングルマニー、ピーニュース・イングルマニー、オプンティア・イングルマニーなどの植物の種に懸命されている。エンゲルマンの収集した標本はミズりリ植物園で保存され、ワシントン大学にヘンリー・ショー植物学校が設けられた。 ワシントン大学にはエンゲルマンの業績を記念してエンゲルマン教授職が長によって設立された。インジェルムは植物の学名で命名者を示す場合にジョージ・エンゲルマンを示すのに使われる。ありがとうございます。